非常に不手際で申し訳ございませんでした。先ほどからご覧になってくださっている人がいらっしゃるんですけど、なんとですね、そういうことでもしかしたらまたパワポが使えないかもしれないので、もう今日もこのまま行っちゃいますね。ごめんなさいね。それでは、もっと歌舞伎が好きになる、そしてきっと歌舞伎が好きになる、始まります。存知の方も多いと思うんですけれども、第1部ではですね、市川猿之助さんが1人で6役早替わりっていうのをすることになっていたんですけれども、市川さん、あ、ごめんなさい、猿之助さんが、身近にコロナの陽性者が出たために、ご自分は無症状なんですけれども、舞台に出られなくなってしまいまして、でもしょうがないので代役を立てたわけです。で、歌舞伎の、お稽古、歌舞伎って1ヶ月間やるものですから、ほぼほぼまあ25日やって、でその1日休んで3日お稽古して、また次の月の初日っていう、そういう形をこう繰り返すっていうのが、まあその歌舞伎の、まあ通常のお稽古のあり方なんですけれども、その3日とか4日でその代役をやるっていうのは非常に大変なことで、それでその上ですね、今回その1人6役っていう、そういうものなので、なおさら、坂東巳之助君が、代役に抜擢されたんですけれども、できるの？できるの？ってみんな思ってたんですけれども、これがですね、もう本当にですね、素晴らしい、なんて言うんですかね、もう最初からこの人だったんじゃないの？っていうくらい見事な早変わり。それから、まあ、単に女方から立役、男役にこう変わるとか、そういうスイッチが見事だねっていうだけじゃなくて、役としてのその演技が素晴らしいんです。で、特に6役のうち、藤の霊、どういうお話かっていうと、鏡山五日の岩藤っていう、そういう演目なんですけれども、この岩藤っていう、まあ悪役の女の人がいるわけですね。この人はもうこれってまあ続編みたいなものなんですけれども、その前のバージョンでは最後に悪役なので、殺されてしまって、それでその、悪者なのでちゃんと葬り去られることもなく野ざらしになって、もうバラバラの骨になっているみたいな、そういうところからその骨寄せ、骨がこうバラバラの白い骨がこう寄ってきて、それで一つのこう白骨のこういう胴体と頭がこうしっかりくっついて、そしてそこに霊も復活するっていう、悪霊ですね、復活して、そしてまた悪さをするっていう、そういうものなんですけれども、この復活した悪霊の岩藤っていうものすごいこう意地悪な顔をした、大悪役ですよね、まあ、魔女のような。
そういうあの役をもう巳之助さんがもう本当に素晴らしくってですね、でこの岩藤っていうのも女役、あの女型の女の役なんですけれども、他にもう一人今度はいい方の女の人で、梅の方っていう、まあ、御台様ですね、まあ、あのいわゆる、お殿様の奥方、梅の方っていうのをやるんですけど、こちらもものすごく品のある、あの、まあ、なんていうか性的にこうあの剣性をこう あっち行けって言われるような感じで、まあ、なんていうんですかね、あ、そうそう、もう一人、梅の方っていうのが、
悪いっすけど、ドヤ顔ほらこんなに早く来ましたよとか、ほらこんなに見事にやりましたよ、そういうドヤ顔が、まあそのショーとしての早変わり、あの歌舞伎っていうのは作品としての筋の流れはもちろんあるんですけれども、そこでパーッと早変わりしたよっていうのをこう、まあ、見えっていうのもそうですよね、ここでってこうこっちを向かせるっていうのが見えなわけなんですけれども、ここでどうですか、私は今さっき岩藤だったのにここに来てますよみたいな感じを、やっぱ猿之助さんは自分の持ち役だけにそういうのをこう見せどころっていうのを知ってるんですね。でそれに比べると、美之助くんは誰にもわからないように早変わりしましたみたいな、そういう何秒でできました、でも僕はそのことを誰にも言いませんみたいな、そういう感じなんです。もう今オリンピックがね閉会しましたけれども、今を去る50年ほど前ですね、ミュンヘンオリンピックっていうのがございまして、でそこでも今森末慎二さんってね、あの人が金メダルを取った今はキャスターとかしてる森末慎二さんですけれども、そのミュンヘンオリンピックで、体操で金メダルを取ったわけです。でその時に塚原っていう選手と剣持っていう選手がいて、関係ないっちゃ関係ないんですけども、これがですね、塚原選手っていうのはいわゆる月面宙返りっていうのを体操でやって一世を風靡した人なんです。で剣持選手っていうのもオールマイティーで、どんな体操の、まず釣り輪でも鉄棒でも、あん馬でも、もう何でもこなせる選手なんですね。そしてこなせるだけじゃなくて、もう技がすごいんです。技すごいんだけど、どうだすごいだろうっていう感じじゃなくて、やりましたやりましたやりました、もう全部ウルトラシーなんだけれど、でもそのあまりにすごすぎて素人見過ごしちゃうみたいな、そういうその剣持選手はそういう人だったんですね。でそうだからアピール度が少ないとか言われて、塚原選手の方がなんかみんなこう人気が出ちゃうみたいなところがあったんですけれども、猿之助さん、美之助さんのを見ていて、私は剣持タイプだなっていうふうに思ったんですね。なんていうんですかね、本当にスッシュッサッとやってるっていう感じです。でそのことが逆に言えばこの5日の岩藤っていうまあ、ともすればショーになってしまう早変わりを、物語として見せるっていうところがあったかもしれません。で岩藤にはおのえの体操の話からまた、歌舞伎の話に行きますけれども、岩藤には尾上っていう、まあ、中老同士のこう、まあ、対立、まあ、大奥でこっちのおつぼねさんとこっちのおつぼねさんみたいな感じで、対立している尾上っていう人がいて、でその前のバージョンでこの尾上っていうのが死んじゃうんですけど、二代目尾上っていう形でこの尾上の昔お初といって尾上という中老の、まあ、家来だった人が今二代目尾上を名乗って、でそのお殿様のところに仕えてるわけですね。でこの今度はその二代目尾上と霊になった岩藤っていうのがまた対決するところがあるんです。でここで鏡屋といえばっていう
場面があって、岩藤が初代尾上をこう草履で打って恥ずかしめるっていう場面が、元の鏡山のお話にはあって、でそれを今度はこの岩藤と、二代目尾上でもう一度その岩藤が二代目尾上を草履で打つっていう場面があるんですね。でそこのところで、あ、やっぱり来たか草履打ちみたいに風にして楽しむのが、まあその歌舞伎をよくご覧になってる人はそういう感じなんですけれども、なんかいきなり草履で打たれてどうしたのみたいな、それもその草履がこう表彰状が入っている壁掛けみたいなのにこう草履がこう入ってて、まあ、なんていうか金メダルをこう額縁に入れて、そこに飾ってありますみたいな感じでこう草履がこうそこにあるっていう、これは何なのみたいに思った人は、前のをご覧になってない方はそういうふうに思われると思うんですけど もう鏡山といえば草履打ちっていうここですね。でもその草履打ちをするその巳之助くんの岩藤の憎らしいこと、まあすごい怖いです。もうその打たれるこの二代目尾上をやるのが、その若右衛門さんなんですよね。若右衛門さんが二代目尾上なんですよ。花形歌舞伎なので、こう上の世代の人でその、まあ、幹部的な人ってあんまり出てないんですけれども、その若右衛門さんやっぱりすごい存在感なんですよ。もう本当にこう今話したみたいに、もう巳之助くんがいつ出てくるかとか、 何に変わってくるかとか、そういったことでも前半はなんかこう話が話っていうか観客がそっちの方に目が行ってしまうんですけれども、まあ後半になってからですね、若右衛門さんが二代目尾上として出てくると、なんかね場がやっぱりピリッとするんですよね。そしてその、品格、その善人側の賢い、そしてその正義の味方となる、その人がいないとこの話は終わらないっていう、その、キーマンとしてのこう大きさと、そして品格を持ってるっていう、このやっぱ若右衛門さんがすごく素敵で、その若右衛門さんの尾上をその何十歳も年下の巳之助くんがバンバン打つっていう、ほうすごいとか思いながら、いや歌舞伎ってすごいな、まあもちろんですけど、そのね何十歳も違う人が恋人役をしたりとかしても全然おかしくない、みんなその役になりきってその場面をこう作り上げていく、これすごいことだなって思っています。で、まあ他にもたくさん、あとそれからもう一つですね、先ほども言いましたように、巳之助くんが猿之助さんの代わりをやることになったので、もともと巳之助くんはこの演目で舞台に出ることになってたんですね。それで本当は鳥居又助っていう一役だけをやるはずだったんです。ところがその猿之助さん の役をやることになってしまったので、そうするともう鳥居又助の役って誰がやるのっていうことになるわけですよ。でそれで誰がやることになったかっていうと、鷹之助くんですね、中村鷹之助くんが鳥居又助をやることになりました。で、鳥居又助ってどういう役かっていうと、まあ先ほど言ったようにその、ダンジョンっていう悪役に、まあ、そそのかされて、その先ほど言った梅の方っていうその制裁を間違えて殺しちゃうっていう、そういうお役なんですね。で、本当はすごいその梅の方側のものすごく忠実な忠臣
なわけなんですけれども、それが、間違って性質を殺してしまったことでものすごいすごく悩んで、最後はこう切腹をしてしまうわけです。でその役って、形としてですね、奏本中心蔵の6段目の寛平、ですね、寛平にすごくこう似てるわけです。その切腹までのこう経緯みたいなのがですね、であのセリフとかも似ているところがあって、だからこの鳥居又助をやった人は、まあ、ある意味その寛平のシミュレーションみたいな形でこういつか寛平やるぞみたいな感じにきっとなると思うんですけれども、そこに最初は巳之助くんが、設定されていた、配役でキャスティングされていたわけです。でそれがこう、巳之助くんがこう代役でこう移ったので、ドミノで来た鷹之助くんが、これがまたね素晴らしいんですよ。巳之助くんもそうだし、それから鷹之助くんもそうなんですけれども、若いのに功績っていうのはその喋り方ですね、こうセリフがハキハキしている、これがねもう素晴らしいんです。だからこう、巳之助くんとそれから鷹之助くんが、まあ、例えば、男女と又助としてこう話を、あの話っていうかこうセリフをこうそれぞれこう会話をしてたりとかすると、もう歌舞伎座中にその声がこう響き渡って朗々として、だからもうなんか安心して聞いていられるし、話がこうどんどん耳に入ってくるんですよね。もう危なげがない、若いのにすごいですよ本当に。で巳之助くんはそろそろ30代ですけれども、鷹之助くんはまだ20代なったばっかしぐらいですから、もうそのでもね、そのお父さん の亡くなった富十郎さんにこうふっとした横顔が似てきて、そしてその、セリフの喋り方もやっぱ似てきたんですよね。この間まで子供だと思っていたのに、あもうなんか大人の役者として、さん彷彿とさせるってすごいことだなって思いながら見ていました。だからもう猿之助さんが出られないのは非常に残念ですけれども、巳之助くんを抜擢してくれた猿之助さんにもう拍手ですし、だってできないからやらないっていう、そういうその選択肢だってなかったわけではないと思うんですけど、やれる君ならやれるってもうやらせちゃったわけだし、そしてここでその、鷹之助くんが、やったその又助っていうのも非常に見事でした。でその先ほど言った代役ドミノっていう意味では、もう鷹之助くんもやる役があったんですよ。その役から鳥居又助に変わったわけなので、そうすると本当は、鷹之助くんがやるはずだった蟹江力っていう、これは悪役の、まあ、ちょっと小悪党かな、悪役兄弟の、弟みたいな役ですけれども、これは澤瀉屋のお弟子さんで、昔からいろんな役をやってらっしゃる、市川円四郎さんがなさっていました。また花道をこう赤ら顔でこう全部赤くこう塗った、まあ、こう悪役だぞ的な感じの、紛争で、それでこう花道をバン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 で退場していくところなんかはすごい迫力がありました。こうやってその一番最初に今申し上げましたけれども、歌舞伎って代役が可能、古典だからこそではあるんですけれども、代役が可能、稽古を見ていたから可能、昔それっぽいものをやったから可能、いろんな意味で代役が効くっていうのはすごいシステムだなって改めて思いましたね。この五日の岩富士は、その骨寄せっていう暗いところで、なんですか、 LDL
の花が散るようなところをふわふわっていうんですけれども、その、蘇った岩藤の霊が綺麗な打ち掛けを着て、宙をこうずっと移動する、そういうところもあって、まあ、見どころは満載ですね。まあ、ちょっとコロナでね、嫌なことが続きますけれども、こうスカッとしたい人には、第1部おすすめです。で、今日は本当は第1部と第2部をお話ししようと思ったんですけれども、まあ、ちょっと最初に音声の不手際その他ございまして、まあ、お時間的にももうちょうど30分経ちましたので、今日は第1部のみとさせていただきます。来週ですね、第2部、私の大好きな、豊志賀の詩の話とですね、それからものすごく良かった第3部のさやあての話とか、まあ、いろいろしたいと思います。ぜひまた来週もご覧になってください。なんですかね、なかなか今日は 100% うまくいったっていう時がなくて、すいません、素人丸出しで、来週はまた元に戻って頑張ってできるといいと思いますので、ぜひご覧になってください。歌舞伎座第1部、第2部、第3部、それぞれ素晴らしいです。ぜひ、足をお運びいただければと思います。まあ、デルタ株怖いから、もし行かれない場合は、来月配信などもあると思います。どういった形であっても、歌舞伎に触れていただきたい、歌舞伎に興味を持っていただきたいと思います。ということで、今日はこれでおしまいにしたいと思います。皆さん最初いろいろトラブルがあったのに、たくさんの方ついてきてくださって、ご視聴くださって、コメントいただいた方もありがとうございます。来週もまたよろしくお願いいたします。またね。